クリスチャンの夜道を聞きの皆様こんにちは。今回はマイナスが神様によってプラスになった経験談パート2のお話をさせていただきます。私は小さい頃からの性格で遠慮しやすい、諦めやすいといった性質があると先生や親に言われてきました。私の弱さ、欠点とも言える性質だったんです。でも神様を信じるようになってから大きく変えられていったことを思います。少し前には私は教会から出ていく海外宣教チームでインドの国に行かせていただきました。その時のことを少しお話しいたします。インドチームの参加募集が始まった時に、私も神様にこのチームは私は導かれてますかと祈って聞いていたんですが、でも牧師さんの初めの話でインドに関しては一応万が一の危険も覚悟してその上で決めてくださいとお話があり、はじめにちょっとハードルが高いなと感じました。さらに私は前の年にがん治療の手術も受けていたのですね。いろいろな方々のお祈りによって神様に守られてきたんですが、手術後しばらくは立ち上がる時にめまいがしたり、季節の変わり目に体が痛んだり、いろんなことがあって随分体力が以前より落ちていたし、向かうインドのその時期は気温が30度以上と聞いて暑さバテするタイプの私にはきついだろうなと思ったんです。しかも日本人はインドでお腹を壊す可能性も大だという、紙おむつを持っていくといいらしいよなんていう話まで耳にしてしまって、さらにインドチームの前日までは教会のキャンプが3日間連続であって、雪山のホテルの中でキャンプスタッフとして忙しく動いた後、夏日のようなインドに出発、そんなハードスケジュールどうなるんだろう、とても無理そうに見えるという感じだったんですね。それに私などが行って何かできるだろうかと遠慮してしまったり、それでこれはちゃんとしっかりと確認しなくてはと思って一生懸命神様にお祈りして聞いていたんです。そしたら神様が、主がお入りようですという言葉をはじめとして、チームに加わらなければいけません、私の示す地に行きなさい、その他にもいろいろな神様からのゴーサインの語りかけをいただいたんです。それで今回のインドチームには神様が参加することを導いていると分かりました。ただ慎重に慎重にさらに確認と思って石橋をガンガン叩いて祈っていたら、ちょっと時間が経ちすぎてしまったんですね。そしたら思いがけないタイミングである日突然、インドチームはあと男性が一人だけ入りますがそれで締め切りですと、あっさりばっさりと教会で発表されてしまったんです。えっと私は一瞬頭が真っ白になってしまいました。そっか、じゃあやっぱり私の勘違いなんだろうか、わけがわからなくなりつつ、でも聖書にはすべてのことについて感謝しなさいと書いてあります。ですからとにかくすべてのことを感謝しました。なぜ感謝するかというと、すべてのことには神様の最善のご計画があって、マイナスと思えることの後ろにも必ず最高の計画があるからです。感謝をして、そして神様に祈り聞いて神様の導きに従っていくと、すべてのことは益になるという神様からの約束があります。だからこのことも全部感謝しようと感謝のお祈りをしていたのです。するとその後、時間が経てば経つほどはっきり分かったんです。やっぱり私は神様からこのチームに参加するように導かれていたんだ、それなのに私がのんびりしていて間に合わなかったんだ、ますますその思いは大きくなっていきました。そしてさらにさらに、とにかく徹底的に感謝しました。神様、私は失敗しました、ごめんなさい、でもこの失敗も感謝します、チーム参加が締め切りになってしまって間に合わなかったことも全部感謝します、マイナスのことを全部感謝していったんです。すると心が穏やかになり、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです、という聖書の言葉が浮かびました。そしてこんな祈りが心の中から湧き上がってきました。神様、すべてのことを感謝します、そしてもしもお許しくださるならどうかあともう一回チャンスをください、もしもう一度開いてくださったら
今度こそ私はすぐに参加申し込みをいたします。どうかもう一回開いてください。その祈りを続けました。こうして女性の参加者は締め切りと発表された夜、祈り、そして次の日の朝には教会の入り口の手前までずっとそのことを祈っていました。その日も礼拝の日だったんですが、驚きました。その礼拝メッセージの中で、昨日までは女性は入れないとなっていたのに、あともう一人女性も入れると状況が変わっていったんです。私はすぐにこれは神様が祈りを聞いてくださったと分かったので、不謹慎ではあったんですが、神様にすぐに申し込みますと祈りましたので、その場でチーム参加の申し込み希望のメールを送信しました。こうしてギリギリでインドチーム参加をさせていただくことができたんです。この時私は御心の祈り、願いは聞かれるということを体験して、大きな励ましをいただきました。失敗のマイナスはプラスになったんです。インドチームは私の目にはとても厳しい条件と見えたチームでしたから、昔ならきっとすぐ諦めてしまったでしょう。私に諦めない強さを与えられたのは神様です。特にその強さが与えられたと思う出来事は、その1年前にがんの手術をするという試練を通ったそこからだったと思っています。一連のその流れの中で、自分ははっきりと神様に与えられた自分の使命を全うしたい、神様の導かれることは全部したいという強い願いが与えられていたので、聞かずに諦めずに求めることができました。それほどに神様のご計画は素晴らしいものだと、私はそれを教会の中で聞いて見てで体験してきました。がんの病を通ってきたこともその一つの出来事だと思っています。もちろん大きな試練だったんですが、感謝のお祈りを捧げ、癒しのお祈りをしていただき、自分も祈りました。その中で神様の不思議な平安が来て、不思議と病のことで一回も涙は出ないし、不思議な守りをいただいたんです。そして癒されたことを信じて感謝しています。経済の方も一体どうなるかと思ったんですが、私の場合はフルタイムで働いてた時に入った生命保険の会社からまとまったお金が振り込まれて、入院費、手術、術後の予防的な治療費用など全部支えられました。そしてそのお金ですが、いざ振り込まれてみると、初めの保険会社が言っていた額よりも多くいただけたんですね。それでこの予定より多いお金は一体どういう意味なのかなと思って聞いていたんですが、それは海外宣教チームに参加するための費用として、別費用として神様が与えてくださったと私は祈りの中で受け止めたんです。ですからその経済を使って、そのインドチームに参加することができたんです。参加させていただいたインドチームでは、自分でもびっくりしましたが、どこからこんな底力が出るんだというくらい元気に動けました。お腹も壊れず風邪もひかない、それまでの私にしてはありえない力でした。でもこれは私が病を通ったことを知っているたくさんの方々が、私の体が守られるようにと祈ってくださったからだとよくわかっています。特別大きな取りなしの祈りを受けて本当に守られたんです。取りなしの祈りの力を本当に感じ体験した出来事でした。そしてインドのホサナ祭という集会では、30万人のおびただしい人々が神様を求めて集まっているところで、私たちの教会の牧師さんがメッセージを語り、私もチームメンバーの方々と一緒にゴスペルを歌うことができて、とっても感動しました。そのおびただしい人々が神様を求めて、神様に心を向けて礼拝する姿を見て涙が出ました。神様を信じてから私にとっても、その光景はいつかいつかきっと見てみたいと最も願っていたその光景だったんです。その光景を見て、そのおびただしい方々が主を求めて日本の国でも世界でも集まってくる、そのことをはっきり信じることができました。このチームに参加したことで、私は新しい力と喜びをいただいて今歩んでいます。それはマイナスに見える病の試練を通ったからこそ、諦めない強さ、神様に従いたい熱い願いも与えられ、すべてはプラスになったと感謝しています。私のお話を最後まで聞いてくださってありがとうございます。またお会いいたしましょう。クリスチャンのより